ありがとうございますシェアアの感想お願いしま,す、えー、まあ、素直に安本選手、強かったなっていう感じですねうーん、まあ。強いのは想定してたんで、特になんか驚いたこととかはないかなっていう感じですね判定の中でこう、ご自身の中で良かった点この、この勝ちにつながった点っていうのは、どういうところだったと思いますか まあ最終ラウンド、やっぱりダウン取ったのが一番大きいかなと思います、はい、1ラウンド目から結構その、まあ、ローとかカーフをこう細かく打ってたと思うんですけど、はい、あれはもう,もう続けていくっていう作戦でっていうそうそですね、まあ、僕のスタイルがもう今、もともと下蹴ってっていう感じなんで、まあ、あの特に対策とかはしてなかったんですけど自分のスタイルをこう出したっていう感じです。 じゃあ,まあいつも通りご自身のスタイルを貫いてまあ今回も勝ったというはい、そうですね,そうですね、まあ、前回大阪でやった時は判定割れてたと思うんですよ、2対1でかなんかでだから次は圧倒して、まあ、誰が見ても僕が勝ったという慶応、まあ、ですね慶応をやっぱりした,いなしたいなと思います。皆さんおはとうございました、えっと、次は、えー、タイトルマッチに 挑むことになると思うんですけど絶対取るので応援よろしくお願いします。ありがとうございました